ております。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。株式会社ダリアっていう会社は、まあ、ざっくり言うとどんな会社なんですか？ざっくり言いますと、はい、我々の、お作り先というのは美容室になってきます。うん、でそこに例えばカラー剤とかシャンプーとかそういったものを、要は卸すという会社になっておりまして、うん、まあ、基本的には、まあ、美容師さんにサポートするための会社だと思ってもらうといいかなと思います。うん、だから全国の美容室が、はい、オープンするところから、まあ、お客様の対応だったり、そのカットの技術、カラーの技術とか、はい、パーマとか、はい、そういうものをすべて網羅されて、はい、その資材だったり、はい、技術も教えられているという総合商社ですよね。実は株式会社ダリアさんと NPO 法人リクリングジャパンは一緒にこの女性のがんの患者さんたちのですね、外見のケアを行う美容室を増やそうということと、まあ、そういう思いのある美容師さんと一緒に勉強会をやっておりまして、先日はですね、福岡県からこういう福岡教授社会づくりっていう表彰までいただいたんですね。まあ、その時にも美容師さんたちからいろんなお話は聞いてたんですけども、実はその今日お越しいただいている松本さんも美容師さん。そうですね、もともと美容師をしておりました。はい、ですね。はい、だからその現場の経験も終わりで、はい、今は美容師さんの同じ目線の部分だったり、はい、そのいろんな技術をサポートする側だったりっていう形でお仕事されてるんですね。はい、そうですね、そういうふうに関わらせてもらってます。もともと松本さん自身がこう美容師に、はい、まあ、なってこうなんかきっかけとかあったんですか？うちはですね、まあ、なんて言うんでしょう、まあ、家系といいますか、うんうん、もう例えばいとこだったり3つの兄貴だったりとかも、まあ、基本的には大学に進学するようなとこだったんですけど、うんうん、どうしても僕が中学校の時から髪の毛をやっぱり触るのが大好きで、まあ、それがきっかけで美容師になったのかなと思います。そうなんですね。はい、まあ、やっぱりこう美容師さんたちってこうおしゃれが好きだったり、うん、ね、はい、ね、人のこうおしゃれを手伝う、はい、人が、ね、好きだったり、そうですね、クラスでも、うん、髪の毛三つ編みとかしてくれる子とかが美容師になってたり、はいはい、やっぱりありますよね。何かこう人に何かしてあげたいって人が多いなと思うんですよね。そうですね。はい、ね、そういうこうなんかね、ファッションとかこう、まあ、外見のところで何かしてあげたいっていう、うん、ね、ことが、そうですね、そういった思いの方々がやっぱりすごく美容師になる方が多いんじゃないかなと思いますし、うんうんうん、実はまあ、今の会社の前には、うん、美容学校の先生をしてたんですけども、やはりこう入ってくる、うん、時の、高校生の気持ちを聞くと、やっぱりそういうふうな気持ちの子たちが非常に多かったなと思いました。うん、でもやっぱりその美容室っていう場所ってですね、うん、はい、いろんな方が笑顔になって帰る場所だなって改めて思うんですよ。そうですね、素晴らしいですよね、本当に。うん、ね、ちょっとこう髪の毛を切ってもらったり、うん、シャンプーして、ね、綺麗に、なんか特殊なのがあるかもしれないけど、こうで、ドライヤーとかでも、はいはい、ちょっとこう髪の毛触ってもらうだけでも、はい、そうですね、すごい気分が上がるんですよね。うん、特にまあ、ウィズコロナじゃないんですけども、うん、やはりなかなか美容室に来れない方々が、もう本当に6月ってすごく美容室にいっぱいいらっしゃってて、うん、その時にすごくやっぱりそういったお声が多かったというふうにやっぱり聞いております。そうですよね。はい、もう本当にこう気分転換にもなるし、うんうん、やっぱなんかこう外の見た目が、はい、明らかに変わるっていうことが喜びにつながるお仕事ですよね。はい、美容っていうのは、はい、やっぱりこの、まあ、がんの患者さんも同じで、そのコロナで自粛してた私たちも一緒なんですけども、はい、やっぱり何かのこう制限がついたり、行動の制限とか、はい、まあ、そのがんの副作用とかになれば、の髪がやっぱり抜けてしまう。そうですね。はい、一時的なことなんですが、うん、そのやっぱり抜けていくとまた生えてくるのかなとか、うん、まあ、不安も、ね、そうですね、出てくるし、はい、まあ、そういうこうお客様も、まあ、病院でまずそういう相談ってされると思うんですけども、はいはい、やっぱり馴染みの美容室でそういう相談されたりとかも、うんうん、やっぱこういろんな全国の美容室から ね、うん、お声聞くんじゃないですか。はい、かなり多くの声を聞きます、私たちも。なのでその時に、まあ、美容師として何を最初にしてあげたらいいのみたいなところが、やっぱり相談としてはしますね、私たちのところは。
だからやっぱりお客様もこう一緒にいろんな経験をしていくと、はい、まあ、結婚されたり、うん、お仕事変わられたり、うん、子供さんができたり、うん、するのと多分同じように、うん、その体調がちょっとあんまり最近良くないのとか、うん、お友達でそういう病気の人がいるのとか、うん、だからどうしたらいいのとか、うん、多分質問に出てきますよね。出てきますね、うん、はい、だからその元々が、まあ、そういうこうね、お客様を目の前の人をこう綺麗にして笑顔にしたいと思ってる人だから、うんうん、はい、どうしたらいいんだろうっていう、ね、うん、相談は一番来そうですよね。そうですね、はい、うん、特にまあ、こういった、まあ、外見ケアのサービスに関してはなかなかこう、まあ、一歩踏み込めてないところが多くて、うん、まあ、私たちもこの数年ですね、こういった、まあ、外見ケアの取り組みをすることによって、うん、やはりこう、医師を、まあ、賛同いただいた美容室の方々がやっぱり参加いただいているという形が多いですね、うんうん、やっぱりその病気でお薬を使われていて、うんうん、でその、まあ、頭皮の状態とか、はい、お肌の状態とか、やっぱ私たちもそうですけど、うん、病院じゃないので、はい、どこまでその言ったらいいんだろうとか、うん、そうですね、いうところは、うん、なんかどういうふうに声をかけたらいいんだろうとかもそうだし、はい、なんかその辺っていうのは、うん、こう同じポイントで悩まれると思うんですよね。そうですね。ただ何でしょう、私たちはやっぱり医療従事者ありませんから、できることとしては例えば本当に髪の毛のケアのことだったりとか、うんうんうん、ただスキンケア、ね、お肌のケアとか、うんうん、ネイルケアっていうふうな、まあ、3つかなと思います、うんうん、その中でもやはりこう大きく外見を変えてしまえば髪の毛が抜けるっていう副作用になってくるので、うん、そこのサポートが一番重要かなと思います、うん、そうですよね、うん、まあ、その、まあ、話の続きでというか、はいはい、そのオリジナルのウィッグを作られたんですね。そうですね。会社として作らせていただきました。はい、そのちょっとウィッグの紹介を、はい、していただいてもいいですか。はい、いいですか、はいはい、お願いします。はい、ちょっと後ろにもう持ってきてるんですけども、はい、一応名称をですね、はい、ダリア M ウィッグと言います。はい、M は何かというと、メディカルの M になってまして、そしてこれ先週私の方が、はい、ちょっと作らせていただいて、まあ、全部カットしてるんですけども、意外と自然なヘアスタイルに見えるんじゃないかなと、ね、このでもなんかやっぱり私も結構いろんなウィッグ見てますけど、うんうん、髪質とかもなんかすごくやっぱ自然な感じで、これはちょっと茶色系ってことですか、色が。なかなかですね、明るめ のメディカルウィッグってないんですけども、うんうん、やはり今の方々ってやっぱりカラーリングしてる方が多いですから、うんうん、はい、その暗いウィッグいきなりかぶっちゃうと、うん、なんか気持ちが沈むというか、あ、確かにあると思います。一応M ウィッグ自体は3色、うん、これ一番軽めですけども、うん、まあ、一番こうニーズがあるオイルとして今、ご用意いただいています。はい、実際ですね、はい、このウィッグのカットっていう部分のご指導もされているって聞いたんですけども、はい、どういうところがこう難しいのか、うん、はい、なんか私たちも、うん、まあ、昔、お人形さんの髪を切ったことは絶対あると思うんですよ。そうですね、うん、バッサバサに、うん、で、ね、やっぱりウィッグなので、はい、切りすぎると、まあ、伸びてこないというのは当然あると思うんですけども、はいはい、なんかそのポイントとかあるんですか。そうですね、美容師さんでも苦労されるんでしょう。まあ、前回ですかね、出ていただいた、まあ、グランマッシュの吉田さんも、はい、うん、私は直接ご紹介させてもらったんですけども、うん、皆さん最初に苦戦されるのが、うん、質感をこう柔らかくできないというところ、どうしても、うん、ファイバーになってくると、はい、人間の髪の毛と違って意外とシャキンとなりやすいので、はいはい、これをソフトにこうするってことがなかなか難しいというふうにはこれおっしゃられます。ほうほう、なるほど、はい、こういう、ね、髪質とかもそうですし、このですね、この分け目っていうのは、はい、地肌、うん、もう綺麗な、こういうところも実はポイントなんですよね。そうですね、地肌っていうのはやっぱりこう、ね、お客様がどうしても気にされるところなので、うんうん、地肌も、うんうん、極力人間の頭皮に近いような地肌にさせていただいています。もともとはこれは全部前髪も長い状態なんですよね。日本、はい、長い状態になってますので、うんうん、必ず、美容師さんがハサミを入れないといけないというふうになってます。でそれを、まあ、今日は松本さんが、はいはい、カットをある程度ちょっとしたような形 で、ね、はいはい、でこれをじゃあお客様がそのかぶって、その美容師さんがまたそのお客様に合わせて微調整されるような感じですね。大体、はい、あんまり短くってしない方がいいですか。はい、実はですね、うんうん、最初にかぶるときはやはり、まあ、患者さんといいますか、はい、やはりもともとあった髪の毛
と同じぐらいの長さで希望を立てる方が多くて、うんうんうん、ただ、髪の毛が生えてきて元通りになっていくにつれて、うん、やはりウィッグも少し短くしていかないと、うん、マッチングしないと出てくるので、なるほど、少しずつ短くしていくことが多いです。ああ、はい、なるほどです、はい、初めから短いのじゃなくて、ね、うんうん、ある程度、まあ、1年間ですね、はい、うち の, そのウィッグ使う方も、はい、同じ髪型ってやっぱ不自然じゃないですか。そうですね、やっぱりそのちょっと切ったとか、はい、伸びたとか、はい、ある方が本人も自然な気はしますよね、はい、やっぱり好きでなったわけではないので、やっぱりいつものように美容室に行くっていう習慣と同じようにいつものように髪を切っていくっていうような感じでウィッグも変えていくといいんじゃないかなと思います。でウィッグもこう短くなっていくと、はい、まあ、自分の髪の毛がまた生えてくるので、 そうですね、はい、そのこうウィッグを脱ぐ卒業するタイミングと、はいはい、あれですよね、あ、こう、 うまく自然にそうですね、移行できるといいですよね、はい、そうですね、それが一番こう、うん、まあ、一番いいタイミングかなと思います。これはその通気性とかはどうなってるんですか。そうですね、実際ですね、はい、ちょっとこれペロンと外しますけども、はいはい、実はこれちょっとなかなか光には透けないんですけど、これ、はい、今光に透けてます。そうですね、上田さんの方見えると、うんうん、本当になのでかなり通気性はいいというところと、うん、はい、あともう一つがですね、通常こういったウィッグをかぶるときっていうのは、はい、中にですね、キャップを打ってもう1枚かぶって、はい、やることが多いんですけど、実はこれ、1枚だけでかぶれるようになってます。ですので、重ね着しなくていい。なるほど、はい、じゃあもうそのガーゼだったり、キャップの要素もこの素材に入ってる、はい、そうです、そうなってます。じゃあ痛くない。はい、そうですね。それとですね、やっぱりこだわって、作らせてもらったのが、うんうん、実はウィッグでサイズ調整のボタン、あります、ありますよね。アジャスターが。アジャスターが中に通常あるのと、うん、M ウィッグはアジャスター中にないんです。はい、ないですね、はい、これはどこにアジャスターが、外側にあります。なぜかというと、はい、やっぱりつけてらっしゃる方が、うん、アジャスターが首に当たって痛いという方がそうそういらっしゃるので、多いです、多いです、はい、なのでそれを加味して実は外側にアジャスターをつけてます。なるほど、じゃあもう内側は肌に触れるところは、はい、器具は金具とかも何もない、はい、そうですね。ああいいですね、はい、それは特にこのもみあげの部分も結構硬いこう鉄が入ってるんですけども、中もアルミを使ってますから非常に柔らかくて、基本的につけた時に不快な思いをしないような柔らかでしょう。ここですね、はい、あ、本当だ、ちょっとこうワイヤー、そうですね、柔らかいワイヤーですね、はいはい、こういったのも、きちっと考慮して実は作らせていただいたウィッグなんです。すごいありがとうございます、はい。いや、まあ、ポイントとしてその、はい、まあ、自然に見えることと、はい、その美容師さんが扱いやすいことと、はい、そのあとはこう患者さんの目線から言うと、やっぱりこう頭皮が抗がん剤治療中ってこう、なんですかね、ヒリヒリしたり、はい、で熱を持ったりする時なので、うんうん、柔らかい素材 で、はい、でそのアジャスターが確かに、ここに、まあ、ほとんどのウィッグは内側でしょう、そうですね、はい、ですよね、まあ、そこにこう若干ゴムみたいな感じで、はい、ね、少しサイズ調整ができるようになってるんですけど、うん、それが外にあるっていうのは画期的な、そうですね、おそらくどこを探しても多分ない、うんうん、ですよね、はい、ですね、ですよね、はい、なんかそのそういうふうに、まあ、アイデアというか話し合いをこうされていったんですか、はい、いや実はですね、うん、こういったウィッグを作りたいと思ったきっかけが、はい、まあ、ちょっと知人がですね、うん、ちょっとがんになりまして、ウィッグをつけてたんですね。その時にこのアジャスターが当たって痛いということを懸命に僕に言ってたので、あ、これってやっぱり変えてあげるだけでもすごく快適につけるんじゃないかなと思って、これをちょっとこれ友達のアドバイスです。そうなんだ、はい、じゃあそのもう実体験をした方の意見を、そ、ね、はい、まあ、そこをちゃんと入れて、そうですね、はい、うん、そうなんですか、はい、いやでもそれは本当に患者さんの本音っていうか、そうですね、でやっぱ患者さんっていろんな意味で我慢してると思うんですよね、はい、なので、まあ、そのウィッグをつけること自体も熱いし、はい、そうですね、で嫌なんだけど、でもまあしょうがないやというか、うん、それも我慢して、はい、でその中でもちょっと窮屈だったり、うん、ジガジガしたりっていうのももうしょうがないかとか、そのアジャスターも痛いけど、まあでもしょうがないよ、ウィッグだからって我慢してたことをまあ言ってくれたから分かったことですよね。そうなんです。はい。やっぱ私たちもこう、まあ、患者さんも我慢して言わないこうね、
でこっちもその何を聞いていいかがわからないっていう、はいはい、コミュニケーションの取り方も悩むところあるんですけどね、はい、そうですね、うん、なので、まあ、僕もあの、まあ、何回かですね実際にあの患者さんといいますかカウンセリング入らせていただいたことあるんですけど、やはり何を優先されるのか、快適性だったりとか、例えばつけた時に人にこう分からないようにとかいろいろこうご要望いただくので、まあ、それをきっちりとヒアリングすることが一番こう重要なポイントかなと思ってます。そうですね、はい、あのまあ、普通の美容師さんとしても同じだと思うんですけど、はいはい、まあ、どういうふうになりたいかとか、うんうん、ね、あの変わりたいのか、はい、あんまり変わりたくないのか、うん、カラーでちょっとチャレンジしたいのか、はいはい、ね、パーマーで、ね、チャレンジしたいのかとか、うん、そういう、こうお客様とのこうお話の、その聞く力とかがすごく重要な、ね、そうですね、ところなんですね。はい、もう普段あの、まあ、美容室というところはお客様に行かれると必ずカウンセリングをされて、はい、ね、まあ、スタイルだったりとかいろんなことを決めるんですけども、やはりこう急遽こういったあのウィッグを必要される方がご来店された時に、うん、対応がやはりすごくあのナーバスになるというか、やはり美容師さんも構えてしまうというところだったり出てくるんじゃないかなと思ってます。まあ、でもちょっとそうやって構えてくれるぐらい、うん、あの特別扱いをしてくれるのはすごいこう、うん、客という立場だったり、うん、患者という立場としてもありがたいことだと思うんですね。うん、何にも、ね、変わらずにするってやっぱ難しいことだと思うので、はい、そうですね、まあ、その中で、ね、あのまあ、美容のプロ の、うん、あの美容師さんから の、はい、あのアドバイスとかあの励ましとか言われることも、はい、私たちにとってもすごくやっぱ嬉しい。そうですね、はい、嬉しさ もう100倍ぐらいになるんですよね。はい、なのでやっぱりそういう美容師さんたちのね、お客様にいつも寄り添われていると思うんですけど、やっぱそういうちょっと脱毛とか悩まれている方に対しての、はい、こうさらにあの気配りとかがしていただけると、はい、なんか本当にあのがんになったとしてもどこにあのどこでもこう安心していける。そうですね、うん、なとは思いますよね。そうですね、うん、やはりあのそういったあの美容室を探されている方も非常に多くいらっしゃると思うんですね。で現にあの上田さんのところにも多くのウィッグを探される方いらっしゃると思うんですけども、なかなかその美容室でこういった取り組みをしているということがまだまだ普及できてないんじゃないかなと思いますので、ちょっとそういった活動を私たちも力を入れて今やっているところでございます。うん、そうですね、でも本当にあのせっかく美容師さんね、そういう資格を持って、はい、そういう思いを持って、うん、プロとしてやられている場所が、はい、患者さんがちょっと駆け込める、はい、相談だったり、うんうん、ちょっと話聞いてもらうとかでもあの、ね、してくれる場所になると、 すごく、ね、あのお互いがあの両思いになれるというか、なんかね、求められてるものと与えたいものがちょうど合えば、やっぱその病院から一歩外に出てからが、はい、やっぱ私たちって長い時間過ごすので、うんうん、はい、そこでやっぱ孤独にしない、うん、あの患者さんを、そうですね、うん、みんなただでさえ病気と戦うのは一人になっちゃう、うん、はい、ね、やっぱそういう、こう外見のケアとかいうところのアドバイスとかしてもらえる美容室が増えるとですね、はい、いいなと思います。そうですね、はい、あのカットのその技術をいろいろご指導を全国されてると思うんですけど、なんか美容師さんからのこうなんかここが難しいとか、あの何か声とかありますか？あのやっぱりですね、うん、じゃあ上田さんに一個質問します、はいはい、まあ、僕たちみたいな普通の方に会って、うん、このウィッグにないものって想像つきます、うん、私たちにはあってウィッグにない、伸びない伸びない、まあ、それもあります。え、それじゃないんだ、はい、なんだろう、ウィッグにないもの、はい、それを実はカットの技術で作っちゃうんです。え、何カール、あ、違う、え、何ですか？実はですね、はい、産毛です。あー、ないですね、はい、産毛って通常ウィッグにはないんです。それを、うん、美容師さんのカット技術を用いて産毛を作っていくってことをやる。それがよりナチュラルに似てる技法なんです。ね、ちょっと確かにウィッグをかぶると不自然になるから嫌だとかいう声とか、はい、こう隠すためにね、うん、あのウィッグつけてる方とかの話聞くけど、はいはい、その境目って確かに産毛だったんですね。そうです、はい、どうやってそのどうやって作るんですか？あの実はほとんどのウィッグがですね、うん、あの際のところですね、はい、際
際の、うん、だって裏側にですね、うんうん、飾り絵っていうのが出てるんです、うん、はいはい、ちょっとこのカメラで飾り絵っていうのがついてて、はい、うんうん、この部分から紙の表を少し出してですね、うん、細かく実は切っていきます。なんか、はい、穴から出してくるってことですか。裏側のこの際に、際がある、ここから少しずつ毛を出して、ちょっとずつ切っていきます。そうなんだ。じゃあこの際が結構重要なんだ。ね、はい、遅れ毛とかになるってことですか。そうです。あ、そこがね、はい、あ、なるほどなるほど。実は風が吹いた時に、はいはいはい、自然に見えるのは、こういった産毛が人間にあるので、はい、自然に見えるということなんですね。なるほど、はい、この不揃いなところがいいところなんだ。そうなんです。そうなんです。うわー、そんなところはちょっと全然発想になかったです。はいはい、そうですね。うんうんうん、あともう一つは、あの、まあ、カットを練習するとマネキンと大きく違ってですね、うん、はい、やっぱり、なんて言うんでしょう、ハサミの入れ方っていうのも、うん、やっぱりきっちり切るっていうよりも、どちらかというと、うん、まあ、言い方ですけど、ちょっとラフな感じで切ってあげた方が意外とこう自然に見えるってことが多いので、やっぱその全部が不揃いで、はい、なんかこう左右対称じゃなくって、まあ、非対称のニュアンスっていうのが自然なものなんですね、はい、そうですね。なんかでも私たちってこうなんかメイクしたり、うん、あの左右をできるだけ整えようって、はいはいはい、やっぱするし、うん、髪型も、まあ、大体の場合は左右、うん、同じようにはしますけど、すね、うん、あんまり綺麗に整いすぎると逆に不自然になるっていう。そうですね。特にこのウィッグの場合は、うん、あのやはり毛流れとかもちょっと意識して真ん中で分けるんじゃなくて、うん、ちょっとずらしてあげたりとか、うん、ちょっと曲げるっていうことだったりとか、ともちろん私たちも左右対称に毛は生えてませんから、うん、そういうふうに同じように切っていくという、うん、いやびっくり。そうなんですね、はい、やっぱウィッグにもそういうね、ポイントだったり、うん、カットにも、そうですね、でそういうのを美容師さんに教えながら、はい、産毛の作り方とかを練習したり、はい、あともちろんあのウィッグの中ですごく毛が多いですから、うん、はい、あ、そうですね、根元から毛を、ま、取っていく技法も教えたりとかですね、うん、あ、ちょっと少なめにとか、はい、その方の骨格とか元々の、ね、はい、毛量とかと合わせたり、はい、へー、そんなことができるんですね。どうしてもあのすきばさみでこう皆さん切るっていうイメージになると、うんうんうん、こう毛先の方をすきばさみで取っちゃうんですけど、はい、実はこの地肌から毛を切っていくっていう技術も実は必要になってきてて、うんうんうん、そうするとですね、何が起きるかというと、はい、表面がちょっと浮きます、はいはい、ふわんと、はいはいはい、ベタッとしてるとウィッグなんですけども、やはり表面が浮いてるってことも実は重要なんですよ、はい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 、なるほど、はい、私なんかね、私はですよ、はい、あんまりこうバカ毛じゃないけど、うんうんうん、浮かないように、はい、どっちかと抑えるって思うんですけ ど、はい、でもやっぱ少し浮いてた方が、ね、でもこれもこの髪質じゃないとできなくないですか。そうですね、あんまりその、ね、うん、あの太かったりすると、はい、美容師さんもなかなかその手に負えないというか、うん、そうですね、なんか気はしますよね、はい、やっぱりこうね、ウィッグはいろんなこうファイバーできているので、うんうんうん、まあ、技術と結構リンクすることが多いので、うんうん、まあ、私が今教えさせてもらっている技術に関しては、うんうん、まあ、基本的にはこのウィッグのために作ったような技術になります。じゃあもう美容師さんも、まあ、このウィッグは切りやすく作ってある、はい、そうですね、うん、はい、ってことですよね、はい、この前あのグランマッシュ の吉田さんにお越しいただいて、うんうん、はい、まあ、実際にお客様と の体験談とかも聞いたんですけど、うんうん、はい、やっぱりそのダリアの、まあ、ウィッグは、うん、実際やっぱ切りやすいとおっしゃってますね、うん、はいはい、だからやっぱハサミ持つ人たちも、うん、普通の、まあ、どこかで、ね、買ったウィッグとかを持ってこられた時に、うん、じゃあ自分がどこまでできるのか、そうですね、うん、っていうのはやっぱプロなので、はい、責任を感じられるところもあるんだなというふうにお話聞いて思ったんですけど、はい、まあ、美容師の声というかも、はい、患者の声とそこをきちんと、まあ、作ってそうですね、つなぎ合わせて作ったのが、はい、まあ、このダリアのウィッグというような感じなんですね、はいはい、そうなります、そうなんですかね、はい、だからうちもパンフレットもちょっといただいて、はい、で色もブラックとダークブラウンとライトブラウンっていうのがあるということで、はい、そうですね、はい、伺ってるんです、はい、これは何色なの。これはライトブラウンです。一番明るいっぽい、そうなんだ、じゃあもうちょっと暗い年配の方とかだったら、ね、ちょっとダークブラウンとか、はいはい、
になるってことですね。ね、でも、はい、あのお仕事して、うん、こう毎日ウィッグが必要な方とかは、はい、あのやっぱりね、自然な自分のつけ心地がストレスになるの で、 ね、 ね、やっぱりきちんとね、うん、そういうあの考えられた、うん、エモウィッグっていう言葉もそうですよ。そうです、はい、なんかこうちゃんと合格したような。そうですね、はい、あのまあ例えば製品に JIS マークがあるみたいに、この医療用のウィッグにも M ウィッグ認証というのは実はあります。それに認証されないと実はあの、まあ、医療用とは言えないというような形になりますので、今回これは正式にそれを取ったウィッグになります。 M の M がまあ多分メディカルとかの意味でしょうね。だからそういう、まあ、あのいろんな技術だったり、はい、その製法とかが、はい、まあ医療用と認められますかっていうのが、はい、まあ、この M ウィッグ、ね、はい、イタリア M ウィッグっていうものってことですね。うん、はい、なるほど、そうなんですね。私あとですね、はい、あの取り組みですごいなと思ったのが、はい、こういうあの治療を始める方へっていうパンフレットとか、こういう、まあ、地毛の、あのもう一度ですね、自分の髪の毛が生えてくるののあのね、もう一回こういうデビューをしませんかとかいうパンフレットを作られて、はい、でここにきちんとこういうあのウィッグライフをサポートしますっていう、あのどういう風になっていくんだよとかいうのが書いてあるので、はい、こういうのを一緒に美容師さんとでも見ながらですね、はい、どういう風にこれからどう、ね、自分がどうなるんだろうとかいうあの不安、はいは、ね、あのこういうなんか先が見えないから不安なことだと思うので、こういうふうになる、まあ、一般的にはこういうふうになるよとか、はい、でも必ずまた生えてきて、うん、ね、もう一回自分の髪の毛が、ね、うん、あの生えてくるまでの間こうしましょうねとか、はい、でなんかウィッグをかぶってると、あとあのあれですよね、あのまた生えてくるから、うん、ウィッグが浮きやすいとかないんですか？あのウィッグが、まあ、浮きやすいっていうのは、もしかすると、まあ、すごい剛毛の人だったら、うんうんうん、こう浮きやすくなる可能性はありますけども、うんうん、これ実は浮かないように、うんうん、まあ、フロントだけですけども、うんうん、あのウィッグのパッチン止めをつけてます。本当だ、うん、はい、なので、完全にこう、まあ、脱毛した時にはこれは外してるんですけども、うんうんうん、脱毛しだすとこれをちゃんとつけて固定します。はい、これ外れるんですか？外れます。あ、そうなんですか。はい、実はあの手前見せるんですけど、普通に、うん、あの糸切りバサミで切って自分で縫うという作業が必要になりますけども、これも初めはじゃないんですか？最初はついてます。ついてるんだ、はい、で、抜けていく間に、はい、抜けていく間に取ります。じゃあもうその、まあ、自由にその、ね、うん、伸びてきたらまたつけたり、はい、そうですね、まあ、あのそれが痛かったら外せる、はい、ということですね。そうなります。へえ、そうなんですね、はい、まあ、いろいろそのアジャスターが外側についてるっていうのもそうですし、うん、はい、その取り外しができるものがあるとかもそうですけど、はい、あのこのワイヤーとか、はい、結構いろいろ考えられた、そうですね、ね、とこがありますね。はい、一番いっぱいのウィッグのメーカーさん取り扱いさせてもらってるんですけども、うん、やはりこうその中でもお客様の声聞いたりとか、あと患者さんの声聞いたりとかして、どこを改善したら素敵なウィッグになるんだろうと思って、うん、あのまあ数年かけて作らせてもらったものになりますけども、でも確かに、はい、そのあらゆるメーカーさんのこれまで見てきてますもんね。そうですね、はい、それはもう当然こうがんの患者さん向けではない、あのおしゃれとか、そうですね、で加齢による薄毛とか、うん、あのね、そういういろんな部分ウィッグとかも含めて、はい、いろいろ見てきた中 で、 そうです、ね、いいとこ取りしながら、はい、そのさらに患者さんの生の話とか、はい、あと美容師さんのそういう技術の、はい、ね、そういうのが無敵ですよね。そうですね、あの昔ながら無敵かもしれませんね、はい、ですよね、うん、本当にだから進化していく、もう一番最先端っていうような技術が盛り込まれてるような、はい、そうですね、はい、なんですね。まあ、これはその、まあ、美容室にどこでもあるわけじゃないんでしょ？そうですね、あのきっちりとですね、あの技術研修だったりとか、うんうん、まあ、監視の研修を受けたサロン様がお手伝いされてるっていう形になります。うんうんうん、まあ、そこにじゃあもしこういうの見たいとかいうときは、はい、まあ、うちの方に連絡いただいて、はい、あのご紹介もできますし、そうですね、そのお近くの行ってる美容室に、はい、あのダリアの M ウィッグっていうのをあのここはあるんですかとか聞いてみてもいいってことですね。そうですね、そうなります、はい、まだその
必ずしも美容室に、うん、あのウィッグっていうものがメインではないので、はい、美容室はですね、はい、だからそのみんなが見えるところに置いてないところが多いと思うんですよ ね、うん、多いですね、はい、なので、まあ、ちょっと後ろの方に個室にあったり、うん、はい、あのね、あの見えにくいところに置いてあることもあると思うので、うん、はいはい、もしそういう興味がある人はちょっと聞いてみてもらえたら、ね、うん、あの実際に見ることも触ることも、はい、あのできると思いますので、はい、そうですね、なんかその美容のいろんな、ね、サポートする技術の関わり方ってお客様への、はい、やっぱりね、あの例えばこう髪があのどうしても縮れ宿毛の方とかだったら、うん、ストレートヘアに憧れるし、はいはい、そうですね、私とかはこう全然パーマがかからないで、うんうん、相談を松本さんにしてたんですけど、うん、あのパーマがかかりにくい人はやっぱカールに憧れるし、ないものねだりなんですよね。そうなりますね、うん、はい、そういう、こういろんな、まあ、女優さん、こういう女優さんの髪にしてくださいとか、結構いろんな無理難題を美容師さんは、うんうんうん、美容師さんってやりましたよね。でもできるだけその方 の、 あの希望に近いように、うんうん、お話をしながらやるってことですよね。そうなります、はい、で、まあ、場合によっては部分ウィッグとかを遊びに使うとか、うん、はい、そうですね、いうのもやっぱアイデアですよね。あ、もうありますね。あの今どうでしょう、まあ頭頂部がちょっとこう薄くなったり感じるって方が結構多くなってきていると思うんですけども、ここがボリュームが出るだけで若返りますもんね。そうなんですよ、もう本当にちょっとつけるだけで、貸すだけで本当に5歳から若く見えるので、そういったものもやっぱり今からどんどんもう気軽にですねご利用いただきたいなと思ってます。そうですね、はい、まあ、美容室っていう場所が、まあ、いろんなお話をする場所に今なってるじゃないですか。そうですね、いろんな話が、家のね、そうですね、仕事のこととか、そうそうそう、こととか、はい、ね、あのね、家族のこととか、うん、そういうね、自分の夢を話したり、はい、ちょっと愚痴を話したり聞いてもらったり、うんうんうん、ね、いろんなこうフランクに距離が近いあのコミュニケーションが取れる場所なの で、はい、そうですね、うん、だからまあちょっとそういう治療に立ち向かわないといけなくなったり、まあ、検査でちょっと気になることがあるとか、はい、ね、そういう相談も、ね、はい、受けられる、はい、あの美容室が増えるとです ね、 そうですね、美容室っていう存在価値がそうです、ね、もう何ランクも上がりそうな。やはりこう美容室ってめちゃめちゃいいところで、やはりその相談乗れる人たちがいっぱいいらっしゃると思うんですよ。なのでもお客様も気兼ねなくそういったちょっと治療することになったとかっていうのは聞いていただくと必ず助けてくれる存在だと思います。うん、そうですね、はい、そういうなんかね、話すだけでも楽になるので、うん、ね、そので美容室にいて髪扱ってもらってると不思議と眠くなるんですよね。そうですね、リラックスやっぱするんでしょうね。一応こう説によると、うんうんうん、やはり頭を優しく触られると、うん、交感神経が高まってリラックスするって言われてます。うん、はい、シャンプーの時。そうですね。はい、やっぱり、ね、人にしてもらうとやっぱ気持ちいいっていうのもあるし、はい、ね、うん、もちろんそういう技術 の、 あの研修を受けてる方がされるので、はいはい、その、ね、ポイントも抑えられてるだと、ね、はい、思うんですけど、ね、やっぱリラックスできる場所で、安心できる場所で、うん、それでこうそういう不安をこう取り除いてくれる場所っていうところにも、はい、ね、あのなっていくと思うので、はい、まあ、そういう技術研修で全国飛び回られて忙しいと思うんですけど、はい、頑張っていただきたいなと思います。はい、なんかあの実際に松本さんの日頃の健康管理とか、はい、美容法って言ったら変ですけど、はい、やっぱ美容の意識高い方多いですよね。そうですね、社員もそうですし、はい、まあ、自分が心がけてるのは極力ですね、あの早起きをして、うん、まあ、ちょっと、まあ、2、30分程度ですけど散歩をして、まあ、ちょっとしっかり水分を取るとかっていうことをやっぱり毎日心がけてます。でも基本的なこう、はい、まあ、水分取るとか、はい、あのよくモデルさんとかもね、はい、言ってることは日常的にされてる。あとあのもう一つはあの緑虫のサプリメントを欠かさず飲んでます。あのユーグレナ、そうです、そうです、はいはい、なんか流行ってますよね、はい、もうそれだけを、それだけ飲んでれば、うん、もう栄養しっかり取れますので、もうここ数年ですね、風邪もひどくないですし、まあ、なんかこう自分の免疫 を高めるみたいな感じですね、はい、やっぱそういう、うん、こうちょっとした努力というか、うん、されてるんですね、はい、コツコツやることが重要かなと。そうですね、はい、美は1日
口にしてならずとか、ね、はい、言いますもんね。そういうことです。いや分かってるんですけどね、はい、でも即効性を求めますそうなんです、はい、今のちょっと、まあ、今日も福岡はちょっと雨が降ってるんですけども、こういう梅雨の時期って髪の毛がなんかまとまらないとかあるじゃないですか、はい、なんかいつも以上に膨れるとか、そうですね、そういう時の何かこうポイントっていうかケア仕方ってあるんですか。そうですね、今私たちが一番お勧めしているのが、結構まとまらないのをまとめたいっていうのがあるので、うんうん、例えば、トリートメントで落ち着くようにするのか、それとも宿毛矯正じゃないですけども、うんうん、やはりこうまとまるようなメニューを今ミューズの方に紹介していきながら、うんうん、少しずつですけどもそれを取り入れてる、そのままも出てきます、うんうん、なおかつこれが髪が傷まないというメニューになってきてます、うんうん、その宿毛っていうか、はい、こう整えるのはこう熱を加えるわけですよね、はい、そうですね、熱加えます、はい、でも髪が傷まない、はい、っていう方法があるんですか。あるんです。なんかもう髪の毛にカラーリングしたり、はい、パーマかけると、はい、もうなんていうの、髪が傷むことは避けられない、うん、そうですね、でやっぱいう、 こう頭があるんですけど、うん、先入観が、はい、骨が傷まない、まあ、いろんなこうあれですか、栄養剤入れたりとか。そうですね、まあ、工程の中にきちっと髪の毛に必要な水分だったりとか、うん、タンパク質とか油分っていうのをしっかりと補充しながらやるので、まあ、元々ある成分が入っているという。でも元なんかそれだったらもしかしたら元々の髪より良くなるかもしれなくなる。仕上がりは良くなります。ですよね。確実に。じゃあ それってどのくらい持つんですか。基本的なその施術をした場所に関しては、うん、ある程度、うん、もう2ヶ月3ヶ月持ちます。あ、じゃあ梅雨の時期は乗り越えられる。もう乗り越えれます。はい、そういうこともできるんですね、はいはい。あとはもうやっぱりそのトリートメントとか。そうですね。やっぱねこの髪の質っていうか、はい、を整える、お肌と一緒ですもんね。そうですね、やっぱり皆さんこう、うん、お肌は毎日こう欠かさずスキンケアされてるんですけども、結構美容師さんがおすすめされてるヘアケアっていうのは非常に重要で、うん、やっぱり毎日のケアをやっていただければはい、はい、お肌と一緒かなと思います、はい、そう、もう本当に私寝る時に髪の毛洗ってドライヤー使わないで、でも必ず言われます。絶対ダメって。でもドライヤー使わない方が髪にいいんじゃないかと思うんですけど、そんなことはないですね。あ、そうですね。はい、使われた方がいいと思います。はい、どうですか、はい。どうしてもドライヤーを使わないで濡れてる状態だと、うんうんうん、枕が擦れてしまって、はい、最悪切れるということも起きうるので、極力摩擦で、そうです、摩擦で切れちゃうこともありますので、乾かされて見られてください。必ず怒られるんです。本当に。でもね、今ドライヤーもなんかいい技術のものがたくさんありますよね。はいはい、だからそういう、まあ、ドライヤーの進化っていうのも、うん、まあ、ある意味家電とか見ても楽しみではあるんですけど、そうですね、うん、でそういう情報も、うん、まあ、美容師さんとかならではのお話とかも、ね、はい、そうですね、聞けると思うので、はい、まあ、ね、髪の毛の、まあ、不安とか、あとやっぱ顔の色と髪の色が どういう色だったら馴染むかとかの相談とかしながら、ね、うん、まあ、治療に入るっていう、がん の、 治療に入るっていう場合も、はい、やっぱり顔の色とかが少しくすんだり、そうですね、そういうこともやっぱ出てくるので、はい、まあ、そういうくすんでいった時 の、 アドバイスとか、と髪の色のマッチングとか、はい、髪の質もそうですしね、はい、全員が抜けるわけではないですけど、うん、やっぱ少し減ったり、そうですね、ね、やっぱいろんなケースバイケースがあるから、うん、はい、患者さんもお客さんとして遠慮なくお話しすることも大事だし、うん、そうですね、はい、まあ、それをなんとかする方法を、まあ、勉強したり、うん、学んでいただいて、はい、美容師さんとしてですね、はい、知識をたくさん持っていただけると、まあ、いろんな年代の方とかも、うん、対応が、ね、はい、もう対応の幅がすごく広がると思います、うん、やはりなかなか自分から言えない方っていらっしゃると思うので、その一つのお悩みを聞いてあげたということだけでも、うん、まあ、そのカウンセリングの幅がすごく広がってくるので、うん、もう本当、まあ、美容師さんすごくいい仕事だなと思いますし、うん、そうですよね、はい、松本さんはこれからのなんか夢とかあるんですか。そうですね、やっぱり、こういった、まあ、アピアランスサポートっていうふうに続けているんですけども、そういった取り組みをして、やはり
いつもと変わらない日常を送れる方をサポートできる美容師さんの育成をしっかりやっていきたいなと思っています。まあ、非常にやりがいのある、そうですね、はい、あのお客様とね、あの直に会う、はい、あのことで喜びも伝わりますし、 そうですね、その美容師さんが、まあ、生徒さんという形で、はい、あのいろんな方とお会いになるから、はいはい、いろいろね喜びもはっきり分かりますよね。はい、やはりあの私が研修させてもらった、まあ、美容師さんから、あの例えば初めてカウンセリングしてそのウィッグを購入されたお客様からすごく喜ばれましたっていうような LINE とかが来ると、やはりこう嬉しいですね、僕としても。本当ですよね、はい、もう一緒にね勉強して、はい、ね、そういう、ね、困ってる方、うん、不安な方のために自分たちの技術を、はい、もう総力を上げてやろうみたいなところがやっぱあるからですね、はいはいはい、なんかお手紙もらったりするんじゃないですか。あの実際あの、うん、一件ですね、はい、まあ、うちのお得意先の美容室のお客様ですね、うん、が、うん、はいはい、あの実は画面やられて、うん、まあ、実際僕があの病院まで行って実はカウンセリングしたりとかして、入院されてた、入院されて、あ、はい、そうでしたか。で、まあ、ウィッグを作らせていただいて、うん、退院された時にですね、うん、であの会社の方にお手紙が届きまして、僕に、うん、で、まあ、その時はあの本当にダリアとして、まあ、こういったアピアランスの取り組みやってよかったなっていうふうに本当にあの心の底から思ったお手紙が届いたことがあります。そうですか、はい、まあ、でもわざわざね、はい、その全部のケースそうはいかないと思うんですけども、はい、やっぱり本当に困られていて、はい、その病院から出るのが怖いとかいう時に、はい、ね、教えて、うん、そうやっていろいろ話を聞いてくれて、はい、そしてそういう思いで作られてっていうところが分かり合えただけでも、そうですね、味方っていう気がしますもんね、はい、そうなんですね、はい、まあ、でもじゃあこれからあの全国の、うん、まあ、その技術を指導されるところももっと増やしていって、そうですね、はい、で、あのこういうサポートしてるという、うん、まあ、美容室の一つの こう枠っていうか、幅を広げるお手伝いもされていくという、はい、そうなります、はい、まあ、でも松本さん自身が現場の経験があるから、はい、美容師さんともいろいろこう相談とかあるんじゃないですか、こういうアピアランスケア以外でも。そうですね、うん、会社の中でも教育課というのを所属しているので、基本的にはいろんなこうメニューを作るための教育をしたりとかというところが多いですから、これだけではなくていろんなヘアカラーだったりとか、うんうん、トリートメントとか、うんうん、パーマとかということも実はの話題に上るとちゃんとレクチャーしたりとかしていってます。じゃあもうまんべんなく、そうですね、美容師さんの技術向上とか、はいはい、サービス向上のことを全て関わられてる、はい、そうなります。でもいろんなあの本当に、ね、美容師さんの思い、美容師さんの考えもいろいろあると思うんですよね、はい、男性向けのサービスが、ね、作りたいとかもあると思うし、はいはい、その若い女の子向けだったり、うん、ね、ちょっとその中年中高年の女性向けの、はい、こうアンチエイジングをやりたいとか、はい、ね、こういう病気の方のサポートをしたいとか、はい、まあ、いろんな、ね、思いがあると思うんですけど、はい、本当にこう髪型とか髪の雰囲気変わるだけで、ね、気分は上がるし見た目も良くなるし、ね、はい、だからウィッグをつけることが実は若返って見えたり、うん、そうですね、あの私がそのさせていただいたお客様もあのウィッグをつけられてたんですけども、やはりすごく若返ってたということを言われてましたし、うん、多くの方がそうなんじゃないかなと思います、うん、ね、そういうやっぱ心のケアにも本当につながるなと、自信を持てるっていうか、はい、そうですね、ね、なんかそういう、まあ、多くの美容室と美容師の方とともに、はい、またあのこれからの活躍も、そうですね、はい、あの期待しておりますので、ありがとうございます、はい、またあのそういう新しいあのニュースとかあったら教えていただきたいなと思います、はい、分かりました、はい、ありがとうございます。病気になってもあの不安がですね少ない社会を作ろうということで、あの共にですね、あのいろんな意見を取り込みながら、あの専門家としてですね技術の提供もしていただいていますので、もし何かのお問い合わせしたいとかあれば、あのウィッグリングジャパンに聞いていただいてもいいですし、お近く の, あの いつも行かれてる美容室でちょっと聞かれても、ダリア M ウィッグっていうのを聞いたんですけどって言って聞かれてもいいと思います。で、美容師の方でその、まあ、ウィッグのカットのことをちょっと聞きたいという方も、そのダリアさんの方に問い合わせいただいたら、ね、はいはい、
あのそういう、まあ、ちょっと特殊な技術がいると思うんですけど、まあ、そのあたり の、はい、あの技術指導もしていただけると思いますので、はい、あの多くの人にこの技術をちゃんと、ね、習得していただいて、患者さん、お客様をですね、笑顔にする取り組みをご協力いただければと思います。今日お忙しい中どうもありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。どうも視聴者あのしていただいてありがとうございました。それでは、今日も一日楽しんでください。失礼します。